はい、こんにちは。車買取専門店 J 小屋貸し店でございます。今日はね、ジムニーですね。ジムニーのリフトアップ、これ結構上がっちゃってるんで、で一応ね、構造変更しようかなと思ってたんですけども、ちょっといろいろ打ち合わせしとったんですけど、そのね、構造変更する専門の人じゃないんで、やっぱりちょっと自信がないということで、まあね、こういうの好きな方だったら多分そういうショップを知ってるでしょう。多分ね、あの仲間内でこういうお車をね、あの公認っていうか構造変更ですね、まあ、高さだけ取って、あとこのね、オーバーフェンダーはもう多分無理だと思うんですよ。これもしこのオーバーフェンダーをこのまま、オーバーフェンダーってこれね、これをこのまま車検通すってなってくると、多分ねもう普通車になっちゃうんですよね。だからまあちょっと大きい声では言えないんですけど、ちっちゃい声で、まあ車検の時は外してノーマルタイヤにして、で車検を取りに行きゃいいんじゃないかなとは思うんですけども、どないでしょうかっていうところでね、ちょっとね、これあの2回目のあの投稿になります。で前回はね全然洗ってなかったんで、今回も内外装バッチリ今仕上げましたんでね、ただねやっぱり傷がね、やっぱね内外装仕上げると出てきちゃいますんで、そういうの細かくちょっと見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあね、車の方で、ね、見ていきたいと思います。まずね、バンパーこの辺にちょこちょこっとこうね傷があるんですよ。で、あとね、このね、このレンズがね、ちょっとこう、ちょっとわかる？ほらやるとね、まあ取れることはないと思うんで、ちょっと取れかけてる、外れかかってるんですよね。それとね、レンズがね、ちょっと傷が多いんですよ、これね、まあ、向こうがそうだ、まあこっち側かな、こっち側なんかほら、なんか傷がいっぱいあるんでね、まあ、もしかしたらこの山の中ね、走ってたのかもしれないですよね。この辺も傷かな。それと、ボンネットはね、この辺ちょっとちっちゃいのがありますわ。そんなもんかな。これなんかは別にそんな色あせしてるわけでもないので、まあ、特にそんなに問題ではないと思います。これは何の処理もしてませんので、はい。で、これボルトで、ついてるんで、多分外せばね、取り外しは可能だと思うんですよ。で、材質的にはプラスチックなんですよね。完璧に、この幅が4、140、何センチあったっけな。ただね、1センチぐらいしかもうね、あとね、許容範囲がね、1センチぐらいしかなかったんですよ。だからもうこんなの絶対無理なんで、はい。ね。ちょっとね、僕もちょっとこれは驚いちゃってるんですけどね、どうしようかなと思ってね、オークションでもう安売りしちゃおうかなと思ったんですけど、でも、どうせうちで安売りしたところでオークションでね、どうせどっかで高く売られちゃうわけでしょ。だったらもうね、ここで欲しい人にね売った方がいいかなと思うんで。で、あと傷がね、ちょっとこの辺この辺なんかちょっとちょんちょんと、なんか傷っていうかなんかわかんないですよ、あるんですよ。あとこの辺とかもねあって、あとここに大きなね、へこみ傷でタッチペンしてますね。この辺なんかもね、ちょっと傷がついてます。あとここね。それとこの辺ね、タッチペンの跡があります。はい。まあ、遠くから見たらね、わかんないんだけどね。それと、ここかな。ちょっと傷がね、ついてますね。あ、でもね、もうピッカピカですよ。あと、急行の周りがね、これ何なんだろうな、これ。多分、これがついてるからです。さあ。ガソリンこぼしたくなくて、こうなんかこう、まあこのガチャガチャやったんちゃいます。これでこの上に当たっちゃったんでしょうね。多分それの後だと思いますけどね、まあ想像の範囲ですけど。あとこの辺ね、少しここにもありますね。そんなもんかな。あとこれね、あとこっち側のミラーはね、電角格納しませんので、車検取るときにはこれあれ交換し直さなくちゃいけないと思うんだよな、多分ね。確かそうだと思ったけどな。それとあと、ごめんなさいね、上の方なんですけど、結構ねこの辺がね、飛び石とかがあるんですよ。
あとわけわからないのはね、この辺がね、ちょっと見えるかな、ちょっとなんか変な傷がいっぱいついてるんですね。多分そのキャリアかなんかつけてたと思うんですよ。多分これキャリアになってたと思うんですよね。これ塗装が剥げちゃってるからね。向こうはやっぱ端っこの方もなんかあるんで、多分キャリアを外しついてて、そのキャリアがなんかあるじゃないですか、紐みたいな金具が多分なんかカチョコチョカチョコチョなったんじゃないかなと思います。はい、でね、ちょっと反対手に立ってます。なんかね、この人あれなんですけど、僕業者さんから買ったから本人は知らんだけど、ちょっとね、大事にしてるのか大事にしてるのか分かんないんだよね。あとここね、ルーフ、ちょっとこのミラーのね、上のちょっとこっちの、ね、左側かな、の方にちょっとルーフ、こんな傷があります。まあ、アタッチペンでね、一応自分で処理はしてるみたいなんで、あとこっちもあったような気がするんだけどな、確か向こうと同じような傷がね、どこだったっけ、ごめんなさい。あれ、こっち側にはないのかな。ちょっとね、見落としもね、多少あると思いますんで、 100% ちょっとご紹介しているかどうかも僕もちょっと自信はないんですけども、一応こんな感じです、外装ね。でね、じゃあ内装の方行ってみたいと思います。で、ね、内装の方行ってみたいと思います。でね、内装も綺麗にしてます。もう全部内外装もう汚いものは全部ね、エアーで飛ばして、中も掃除機かけたし、掃除機もかけてエアーで飛ばして、で、あと中もね、吹き抜き綺麗にしました。ね、もちろんちょっとね、中古車なんで、その 100% 綺麗になることはないですけども、まあ別に全然本当に問題ないと思いますん で距離がね、98,687キロですね。はい、と一応フォグランプのスイッチと、あとミラー関係ですね、それとライトレベライザーで、よいしょ、ごめんなさい、こっち側の運転席側のミラーは電化が閉まりません。それは伝えておきますんで、でパワーウィンドウですね。でね、ナンバーはつけっぱなしにしますんで、だから名義変更して納車させていただきます。で、ちょっとご自分でね、構造変更してもらえればと思います。まあ、もちろんね、途中でまだまだ構造変更諦めてるわけじゃないので、構造変更できるんであれば。で、ちょっと今灰皿ね、洗ってますんで、タバコは捨てたみたいですね。これ四駆とかのね、切り替えスイッチですね。で、ミッションです。5速ミッションになります。で、ちょっと僕の汚い足が見えちゃうかもしれないけども、クラッチ付きですね、と、あとキーレスが1本と指キーが1本です。そんな感じですね。で、バックカメラ、あと地デジですね、地デジでテレビです。それと一応だから Bluetooth とか、あとなんか iPad をつなげたりとかすることはできるみたいですね。あとごめんなさい、僕ちょっとわからないです。まあ、CD とか入ると思いますけどね、もちろんね。ああ、間違えたな、ごめんなさい。こんな感じの、内容になります。はい、 Wi-Fi とか書いてあるけど、これ Wi-Fi ってどういうことなんですか、ちょっと教えてもらえたらありがたいですけどもね。何か この車が Wi-Fi を流してくれるの、一個わからないけど、以上、ごめんなさいね。で、ETC がついてます。そんな感じですね。じゃあシートの方行ってみたいと思います。じゃあね、シートです。シートはね、ハーフレザーシートです。だから車内はね、どじかさ、ちょっと革の匂いがね、結構する感じですが、まだまだね、ね、やっぱりちょっとね、年も経ってるんで、少しこうね、革のなんとも言えないシワがね、できてます。でも、まあ悪くはないと思いますけどね。で、後ろの席ね、後ろなんか全然座ってないから綺麗ですよね、やっぱりね。前に比べるとやっぱりシワもないしね、綺麗な状態です。中も本当に全部綺麗にしますんで、もうね、すぐに納車できますんでね、よかったらお問い合わせね、ください。ちょっとお値段の方もね、あまりちょっとできないんだけど、何かね、名義変更代とかそういうのを少し、名義変更代っていうか、神戸市内だったらね、別にタダでいいんですけど、
拳離れるようでしたね。右変更でいただきます。ちょっとね、僕も今回ねちょっと間違えちゃってね、違う車で納車あるんですけどね兵庫県内だからね全然取らなかったんですよ。そしたら名義変更じゃないと車庫証明取り行ったらね、まあ今回はこれ車庫証明あるんだけど、まあ車庫いるけどね、高速代はね阪神高速高いんですよね。大阪の方まで行ったら2000円ぐらいするんですよね。だから4000円ぐらいでしょ。もうほぼ大阪の近くなんですよ。もう相模ぐらいのところの警察署なんで、これでガソリン代使ったらさ、1回行ったらもう5000円ぐらいになっちゃうんで、でそれで2回行ったら2000円じゃないですか。まあ出してで後日引き取りですからね。ちょっと車庫証明代とかね、その辺は少し多めに今回これからもらうようにちょっとしたいと思います。まあちょっとあまり遠いところはねごめんなさい、ご自分でちょっと行ってもらうようですけども、本当に高川は綺麗ですね。ちょっとこの辺汚いんだよね。やっぱラゲッジで使ってたからね、裏側汚いんだよね少しね。はい、だから今回ね僕電車で行きましたよ。阪神電車でね、朝奥さんにねもう送ってってもらってね、まあちょっと工具は下にあるね、こんな感じですね。朝明石駅まで送ってもらってね、で行きました。まあ遠かったな、本当に座れなくてね、びっくりしましたけどね。はい、そんな感じです。まあ内装もね全然綺麗になってますんでね、もう本当に安心して乗れます。何安心だかわからないんですけどね。エンジンルーム行ってみたいと思います。じゃあね、エンジンルームになります。ちょっとエンジンルームね中途半端に洗いました。中途半端はねちょっとこの辺とかやっぱ汚いんでね、まあでも持ってきたっていうか、ね、前の動画に比べたらだいぶ綺麗にはなってると思います。これは綺麗にね洗ったつもりなんですけどね。ちょっとエンジン音聞いてください。エアコンのコンプレッサーもしっかり回ってますんで、あとキーもねめちゃめちゃ良いです。折り返したのが5年7月なので、ね、まだまだバッテリーもね使えると思います。ちょっとねサビがね多いのでね、どっちだったっけな、ごめんなさい。この辺の先っぽのあたりがね、修復っていうか、多分この作った時に、ステを曲げたんだと思う。確かそれだと思ったけどな。だから、なんかこう、車がね、ぐっちゃりいって、修復になったわけじゃなくて、そういう、修復力じゃなくて、これを車を作った時に、なんかステを曲げちゃったかなんかで、修復力みたいな感じで、取られてます。という感じですね。まあ、エンジンもね、全然いいですし、僕もこれ、50キロぐらい走ってきてますし、全然、いいと思います。ただね、やっぱりね、こんだけ車高が上がっちゃうと、やっぱりね、もう、言うても10センチ以上上がってるんで、やっぱりロールが激しいですよね。こういうね、横のロールがね。まあ、もちろん前もね、ブレーキかけたら、こう、少しはなるんでしょうけども、まあ、そういうのを、ね、まあただまあこういう車はねもうそういうのが我慢する車なんで、はい、実用性を取るんであればね、まあ、山とか走るんだったらいいんじゃないですか。ちょっとまあそれを走る車かどうか分かりませんけども、まあこんだけリフトアップしてたらまあ楽しいと思いますよ。じゃあちょっと下回り見てみたいと思います。まずねフロントのね方から見ていきたいと思います。向かってこれね向かってフロントからねこう見て、こっちが右側かなると思います。中もね、やっぱりちょっとこう黒のペイントがね、ちょっと結構無造作に塗られてるんですよね。ちょっと汚いかなと思います。足回りはこういうね、物とかあとスプリング、これとショックアブゾーバーもね取り変わってるみたいですので、あと多分これミッションとか。一瞬あっちのあると思ったプロペラシャフトとかその辺の取り付け部分ですね、多分そこはなんていうのかな、なんだろうなんかかまされてちゃんと動くようにね設定されてると思う。こんだけ上げとったらねもう取りしないと多分普通に上がらないと思うんで、回らないと思うんでね、動かないと思いますんで、だからこっから見ると結構
まあでもあれかな、まあ、ちょっとなんとも言えないな。まあでも結構ね、やっぱりね、黒に塗ってるのはいいんだけど、もう少し綺麗に塗ってほしいかなって、もう少しこうね、あのやっぱ乗用車だからね、もう少し綺麗に塗ってくれたらよかったりなと思います。こんな感じでね、これで、ね、フェンダー切ってるみたいなんですよね、これね。わかるかな、あれ、これね、フェンダーね、フェンダー切っちゃってるみたいなんで、だからそれがちょっとね、僕もあと内装のそのね、カバーもね、取っちゃってるし、その辺が僕はちょっと車検が通るのか通らないかわからないし、まあそういうのは本当に皆さんね、多分これ買われる方は僕の500倍ぐらいね、物事してると思いますんで、そのショップの方にね、聞いてみてください。はい、こんな感じです。じゃあちょっとね、違う位置に行ってみたいと思います。ね、運転席の下のドアですね、運転席ですね、これね、運転席の下の方から見てるような感じです。これフレームですね、フレームも、まあ、まあそんなに当てではないと思いますけども、まあこんな感じでね、でフロアですね、これね、フロアもまあ綺麗、とりあえずそのシャーシブラックね、結構ふんだんに塗ってるみたいなんですよね。で、まあ、こんな感じでね、一応作ってあるみたいですけど、ちょっと雑なのかな、少し雑っぽいな、ね、淡路島のね、なんか業者さんが作った、まあ分かんないです、作ったみたいなんですよ。で、そこが構造変更取らないで、そのままこの車を売って、お客様が買って、で車検が取れないから売りに出したっていう感じですので、よいしょ、本当にまあ、僕、ちょっと今、無造作にね、撮影してるんで、ごめんなさい、全然車がね、どういう状態なのかっていうの全く分かってなくて、よいしょ、撮ってます。あー、なんかすごいね、本当にだってこんなん全部下ろしたわけでしょ、下ろして、まあ一人じゃできないよな、こんなのな、でもなんか何人かでやったんでしょうけどね。だってこのブレーキホースだってね、これねブレーキホースだって、これ多分っていうか、もう絶対長めのやつ作って、つけてるはずなんで、まあ多分キットで売ってるとは思いますけどね。こんな感じです。じゃあ向こう側ちょっと後ろ行ってみたいと思います。車体からね、タイヤもほらこんだけ出ちゃってるんで、なんかノーマルタイヤにしてね、オーバーフェンダーも、ね、取り外してやらないと、軽乗車の規格としてはもう全然構造変更取れないので、よいしょ。で、車のね、こんな感じになってます。まあ、ただ、走る分にはね、ちゃんと構造変更できるような、ね、状態にはなってると思うんですよ。ただ、ね、その、車幅とかそういうのとかしっかりと作ってからね、行かないと、ダメなんじゃないかな。わかんないけどね。よいしょ。はい、こんな感じです。まあ、多分ね、これ見ていただいてる、まあ、お客様か、まあ、もしくは僕のアンチの人かわからんけど、まあ、ファンの人もいると思うんだけど、まあね、こんな感じでね、なってますんで、はい、お願いします。よいしょ、よっ、こんな感じです。で、こっち側は切ってないんかな、わかんないけど、ちょっとてんのかな、こっち側切ってないのかな、こちらもそのままカバーはつけてるんじゃないかなと思う。多分これロングアルのプレスのラインの上にね、これつけてると思うんで大丈夫かな。問題はフロントか、これ切ってんのかな、切ってないんかな。でもなんかカバーがないもんね、このね、なんていうか名前忘れたけどさ、でもここにないもんね、フェンダーがね、こう切ってるもんな。あー、どうなんだろうな、こういうのってちょっとわかんないですけどね、まあ、この動画見てもらってね、ショップさんとかに判断してもらうのいいんじゃないかな。もう上がね、天井が見えちゃってますからね。はい、こういう感じです。はい、以上になります。下回りはこんな感じになります。
アルミホイルです。じゃあね、今日はね、ジムニーです。ランドベンチャーかな、はい、ランドベンチャー特別使用車だと思いまして、まあ、特別使用車ってこの今こうなって特別使用車だってことじゃないですよ。もともとあれが特別使用車だと思う、特別使用車ランドベンチャーだと思いましたけどね、ごめんなさい。まあごめんなさい、正直、まあ、車検の方ね、構造変更の方もね、チャレンジはし続けるつもりなんですけども、やっぱりそのね、僕たちはやっぱりそのこういう四駆をね、まあまあお前が言うなって言うとは思うんですけど、まあ本当にわからないんで、僕もね、外注で、してもらいます。で、その整備士の方にね、これができるかどうかって今相談をしてます。で、なんでこれがね、構造変更取れるようであればね、このフェンダーとこのフェンダーね、取った状態で横領させていただくっていうか、ね、あとノーマルタイヤに取り替えてね、でこのホイールとかそういうのは全部つけますんで、あとそのこれをね、あと全部つけるかつけないかはね、ご自分の判断になるんですが、これは車検が取れた、構造変更がね、できた状態での話です。もしこの構造変更ができない場合、できないっていうか多分できるはずですよ、できるんですけど、僕たちにはそのね、知識がないんで、その知識がない状態で、車検場をもし行ってしまったら、この構造変更を直すまではね、もう絶対に公道走れなくなっちゃいますんで、はい、まあまあどちらも走れないんだけどね、ちょっとお咎めが来ちゃいますんで、だからそれはね、しっかりできるショップに頼んで作ってもらう、もう一回構造変更してもらってください。そしたらね、この動画少しでもよかったら、あとその構造変更できなかったら、できなかった、そういうのできなかった場合ね、お客様が来て、できなかった場合は名変だけしてお降りさせていただきますんで、よろしくお願いします。で、構造変更ね、しっかり取ってもらわないと、どっちにしても車検は取れませんので、こんな闇でね、取ったってね、ろくなことないんで、ちゃんと構造変更取ってちゃんとやってからね、お乗りしてくださいね。名義変更書渡すのはいいんですけど、あとはもう僕らも責任を取れませんので、ただそれはしっかりとね、お約束のもと販売させていただきますね、よろしくお願いいたします。車ね、車買取専門店 J ボーヤ貸し店です。兵庫県神戸市西区玉津町新報214番地のうちです。0789393070です。JR 明石駅から徒歩20分ぐらいなんですが、前もってね、言ってもらえてれば、明石駅までお迎えに上がりますんで、お電話なり、あと今カーセンさんのね、予約のなんかあれができてるんで、そこでね、やり取りさせてもらえればと思います。何時何分の電車で何時何分に明石駅着きますんで、迎えに来てくださいですね。それ私がね、予定が合えば迎えに行きますんで、はい、よろしくお願いします。もうそもそも予定が合わなかったら、ね、来てもらうわけにいかないんで、はい、違う日にしてもらいますけども、なるとね、この動画少しでもよかったらね、いいねボタンの方お願いいたします。またね、チャンネル登録の方もね、していただけましたら、ありがたく思いますね、よろしくお願いします。だね、広告の方も見てください。それでは最後までね、ご視聴の方ありがとうございます。ちょっと今回ね、長くなってすみません。ご視聴ありがとうございました。竹島社長でした。失礼いたします。